ウェルカムトゥー京都、ウェルカムトゥー夢八幡 TV。 本日は 山の内の後進さんで知られます三条天神川にあります猿田彦神社に来ております。京都では三四社あるんですけれども、三大猿田彦三大後進さんとして有名です。私はいつも蚕の社に来るときに、お参りさせていただきます。それでは中へ入っていきたいと思います。長寿者ですね。猿田彦というのは何回かお話ししておりますが、イエス・キリストのことを表していると思われます。それで本日は特化して語らせていただこうと思いまして、こちらに寄せていただきました。古くから数奇を集める神社のようです。全国ありますよね、猿田彦神社に。不動明王があるんですね。今は掲げられています。天孫降臨で二人の御事を道案内と言いますかね、した神さんとして知られておりますが、これはイエス・キリストがではないかということです。お稲荷さんと秋葉大明神ですね。お稲荷さん、秋葉大明神は天狗さんですから、猿田彦も天狗で表されます。したことはないですが、ごまだきされるんですかね、ここで。ちょっと外に出てみます。愛宕山が嵐山の後ろですんでね、そちらにお参りする修験者の人が山登る前にお参りしたそうです。外をちょっと撮ってみます。嵐山電鉄が通ってまして、
角の王子から一本入ったところですね。これが天神川でして、鴨川はこちらへ注いでいたそうです。それを旗氏が治水工事したということです。旗子山は向こうの方ですね。次の信号のところが角の王子と申します。ちょっと南行きましたら京都外国語大学があります。神社ですが、昔は鳥居が三条の方を向いていたとありますんで、もっと大きい神社だったんでしょうね。それでは方針のクスクスノキですね。700年、樹齢700年ということです。それじゃあこちらで本日は散策終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。